30周年記念で表紙になれるとは思ってもみなかったんですけど、スタッフの皆さんのおかげもありこうやって、今現在僕の、足の怪我もありましたが復活して、DTR も復活してやりますんで、これからガンガンまたロッキングを通して澤田大臣、DTR お互いに相乗で頑張っていきたいなと思ってます。今年は僕は40歳になりますね。意味はないんですが、まあとりあえずキープオンラックスということでよろしくね。